こんにちは。東京大学理学系研究科物理学専攻の田村海です。私が今まで人生でハマってきた異常趣味まとめ。というわけで、まあ私東大生なんで勉強しかしてきてないんですけど、いろんなものに異常に熱中して飽きるみたいなことを繰り返してきたんですけど、その都度めちゃくちゃストイックに詰めてきてたんで、今までの私のストイックをちょっと見せようと思って、ストイックを見せに来ました。とにかく私の人生、ストイックこそ美しい、ストイックイズビューティフル SIB。 よく考えたら、いろんな趣味に熱中することの連続で人生が構成されてきたんで、この動画を通して私の人生の概要が知れるんじゃないかなと思っています。私今まで大まかに13個の趣味に異常に熱中してて、時系列順に虫捕り、フルート、かき氷、勉強、アルバイト、クレヨンしんちゃん、お菓子作り、ギター、ダイエット、服、高い飯、TikTok、YouTube、この13個の趣味ハマってきました。それぞれにめっちゃ熱中して意味わかんないぐらい飽きてるので、それぞれの趣味に対しての当時のストイックポイント SP がどれぐらいなのかと、今の私がどれぐらい熱中しているのかっていうのを100点満点でそれぞれ述べていきたいと思います。まずね、虫捕り、小学生の時がピーク、当時のストイックポイントが85点、今のストイックポイントが2点という感じですね。当時はもう虫捕り大好きで、毎年山に家族旅行で虫捕りに行く、小学校の夏休みの宿題は虫日記を6年間書き続けたみたいな感じで、虫博士とも呼ばれてました。マジでその時撮った虫を標本にしてそこに飾ってるんですけど、常に家の中に虫かごで何かしらを飼ってるみたいな状態。この時の殺生エグいっす、マジで。小学生の時から天国と地獄を信じないことにしてですけど、殺生エグすぎて絶対地獄落ちるから信じてないですね。虫日記、まあいろいろあるんですけど、見つけた虫をとりあえず写真に撮って、それの特徴とか生態をまとめるみたいな感じですかね。これ標本作りみたいな感じでやってましたね。当時は本当に大人になったら小屋みたいなのを建てて、自分の好きな虫を放し飼いにして、そこで一緒に住みたいって本気で思ってました。そのちょっとお試しみたいな感じで、この家のお風呂場で蝶何匹か放し飼いにして羽化させたりしたんですけど、その羽化させた時の昆虫の汁のシミとかがまだお風呂場に残ってて、それはお母さんはまだ結構気にしてるみたいですね。申し訳ない。めちゃくちゃちゃんとハマってたよっていう証拠に、めちゃくちゃハマってないと絶対に出てこないあるあるを言わせていただきますと、オニヤンマめっちゃ噛んでくるし痛いがち、カマキリの幼虫、虫かごのあのちっちゃい隙間から全部出ちゃいがち、一回カマキリの卵を虫かごの中に入れといて羽化するとこ見ようと思って、朝起きたら卵がもう羽化した後の殻の状態なんですけど、一匹も幼虫がいないっていう状態で、私はやっぱ虫と住みたいと思ってたんで、ユートピアの完成だと思って、やったーって思ったんですけど、親は痺れたらしいですね。それは今の熱量が2点って言ったんですけど、まあゼロじゃないっていうのは、蝶とトンボは結構まだすごい好きで、種類とか全然覚えてるし、いまだに地方とか行った時にハグロトンボとか見つけたら、やったーと思って時間忘れて追いかけちゃうし、蝶トンボっていう昔から本当に憧れのトンボがいるんですけど、まだ未だにマジで見たいと思ってるっていう感じです。フルートなんですけど、これは結構長期というか、中学の時に吹奏楽部に入って以来、まあ大学まで今も続けてるっていう感じで、緩く続けてる。だからストイックポイントはそんなに高くなくて、高くて70ぐらいで、今40ぐらい。唯一の弱長い熱中、他のめちゃくちゃ強い熱中の合間合間でやっぱフルート熱いなみたいなのが来てるんで、これからどんどん述べていく異常熱中趣味の間にフルートが全部埋まってるよっていう感じのイメージでいただければ幸いです。続いての異常熱中趣味、かき氷ですね。当時のストイックポイントは90、今のストイックポイントは0。高校の時から大学 1,2 年にかけてめちゃくちゃハマった趣味なんですけど、初めて自ら何の脈絡もなくめちゃくちゃ熱中したっていうのがこのかき氷、私のストイックの原点と言ってもいいんじゃないでしょうか。お祭りで見るブルーハワイとかそういう感じのやつじゃなくて、1000円ぐらいする専門店で作ってるふわふわのケーキみたいな感じのやつにハマりました。高校の時にちょうど結構ブームが来て、そこで食べてめっちゃ感動して、高校の時お金もあんまりないですし、休日に友達と行ったりしてたしなむぐらいだったんですけど、大学1年生の時はもうこんな感じになっちゃって、毎日喋る勢いで行ってたし、もう都内のかき氷はほぼ全部知ってる、写真見ただけでどの店か分かるぐらい把握してました。しかも好きすぎてかき氷店でバイトも始めてますね。最初はかき氷のお店に行くだけだったんですけど、かき氷の専門店は基本冬もやってるんですけど、夏はやっぱりみんな来て混むんで、夏全然行けないなってなった時に、自分で作ろうってなってかき氷機を買って家で作り始めちゃったってとこまでは行きましたね。ハッシュタグかきホームね、これオリジナルワードを作ったんですけど、かき氷に行くこと、お店に食べに行くときに毎回かきごーっていう
ハッシュタグをつけてて、それの家で作るバージョンということでかきホーム作っちゃったってぐらいハマりましたね。かき氷ってそこに打つシロップと中に入れる具材と上に乗せるクリームベースになるシロップ、大まかにそういう感じの構成があって、その構成の組み合わせとかで味が構築できるみたいな感じがめちゃくちゃ楽しくてすごいハマりましたね。次はどういうかき氷を作ろうかなっていうのを毎日マジでずっと考えてましたね。自信作はフォレノワールブルーベリーレアチーズのポッテリーモとカマンベールチーズのかき氷、シャインマスカットと蜂蜜、これでもか。あと幅としてフルートループス氷っていうアメリカで買ったシリアルの可愛いかき氷を作ってみたりしてますね。この作るのにもマジでハマりまくった結果、友達の家にかき氷器を担いで持ってってかき氷を作ってみんなで食べるみたいな、そういうことも2回ぐらいしました。それはかき氷、かきホームときてどんな名前がついたかっていうと、ウーバーかき。かき氷についてマジでハマってないと出てこないあるあるとしては、かき氷界隈の人化け物勝ち。ピークだった時は毎日2個ぐらい食べて、いける時は3個みたいな感じだったんですけど、これ聞くと、え、かき氷を3つ食べるってやばくない、お腹パンパンにならない、すごいねみたいな思うと思うんですけど、マジでエグい人は5、6個いきます。体の作りがマジで完全に違うと思いますね。そういうかき氷界隈の人の SNS に書いてる文章もなんかめっちゃ濃くて、こういう狭い趣味だと結構独特な界隈があるんだなっていうのを初めて知ったのがかき氷っていう趣味でしたね。続いての異常にハマった趣味は物理。浪人期からコロナ前、大学2年生前半ぐらいまではマジで勉強に没頭してましたね。勉強のストイックポイントは当時は95ぐらいで、今は40ぐらいですかね。浪人期は前動画でも話したと思うんですけど、毎日寸大に開門から閉門まで東大の合格発表当日まで通い続けて東大に合格し、東大に入ってからも新フリテンいい点取って理物に絶対行きたかったんで、空き駒だとしても一限の時間に必ず大学に来て、空き駒の時間は図書館に行って勉強して、休日も予定がなければ大学の図書館に通って授業の予習復習とかしたり本を読んだりしてました。それで見事成績の平均が84点で理物に合格して、おめでとうございますって感じですね。勉強にマジでハマってないと出てこないあるあるとしては、ずっと勉強してると目が色を欲しがちっていうのがありますね。紙とペンでやってるわけですから、白と黒しかもう長時間見てないわけ。そうするとやっぱ色が欲しいっていう本能的に思って、浪人期とかは自動販売機があるコーナーがあるんですけど、そこに定期的に色を摂取しにただ自動販売機を見るっていう時間があったり、大学図書館だとカラフルな本があるコーナー色を摂取しに行ったりしてましたね。これありますね。続いての異常にハマった趣味はアルバイト。当時のストイックポイントはまあ90ぐらい、今は5ですね。大学2年生ぐらいからアルバイトにめちゃくちゃハマってて、大学生になっていろんなバイトをするっていうのが小学生からの小さな夢でもあったし、いろんな経験をしてお金を稼ぐっていうのがめっちゃ楽しい、口座の数字がどんどん増えていくことに興奮する毎日でしたね。週8、9ぐらいバイトして8種類ぐらいのバイトを掛け持ちして、ピーク時は月の労働時間は100時間全然超えてましたね。詳しくはアルバイトの話してる動画を見てくれればいいんですけど、バイトをどんどん新しく入れること自体にハマってる時期はあって、その時はカテキョのサイトとか飲食店の求人サイトとかを朝起きてすぐチェックするみたいな生活をしてました。アルバイトにハマってないと知らないあるあるとしては、座ってるバイトが一番いいがち。続いての異常ハマり趣味はクレヨンしんちゃん。これはめちゃくちゃ短期なんですけど、ストイックポイントは当時90で今5。コロナ禍に入りたてほやほや大学2年生の時にめちゃくちゃハマりました。オンライン授業がもう本当に向いてなくて勉強が全然手につかなかった時に、クレヨンしんちゃんがたまたま目に入って瞬間からめっちゃ没頭して、その時 Amazon プライムで見てたんですけど、 Amazon プライムに出てたアニメは全部見たし、映画も全部見ました。これだけ聞くと、いやいやクレヨンしんちゃん全部見ただけのやつじゃん言われると思うんですけど、いや違うんです。クレヨンしんちゃんで私物理の単位取ってます。っていうのも現代物理学みたいな授業があって、ずっと量子力学と数学を絡めた難しい授業を先生がしてたんですけど、最後のレポートで僕が自分が好きなことをいっぱい喋ったから、君たちの好きなことを聞かせてください、レポートの課題何でもいいですって言われて、で本当にクレヨンしんちゃんしか書けることがないから、クレヨンしんちゃんについて手筆でレポートを書いて提出したら98友情をいただきまして、見事2単位獲得しましたね。ラッキーという感じです。今でもちょいちょいしんちゃん見て可愛いと思うことはあります。休憩、コーヒーはね受験期からブラックで飲むようにしてて、絶対ブラックですね。なぜかというと一口あたりのカフェイン量を最大化したい、味とかは絶対ミルクとか入れた方が美味しいと思うんですけど、カフェイン量最大化という観点のみでブラックを飲み続けてますね。続いてのストイック異常熱中趣味はお菓子作りですね。きた、有名なやつ。ストイックポイント当時
100、今40。これは結構長期ですね。大学3年生の春に高校の時の後輩が東大に浪人して受かったということで、何かしてあげたいと思ってお菓子を作ろう、急に思い立った。これは割と脈絡ないんですけど、でせっかくお菓子作りをしてあげるんだったら、プロのめっちゃいいレシピで作って、すごい美味しいお菓子をプレゼントしたい、作ったのが一番最初です。一回作った時にプロのレシピを見て、本当にこんな本格的なことができるなって思ったのがまず一番でかい、まあ、そこから毎日いろんなお菓子作りたいなと思って、興味の赴くまま、これってどういう風に作られてるんだろうみたいな好奇心で毎日作って、作業して寝かせるとか空き時間あるんですけど、その空き時間はずっと次作るお菓子のレシピをいろいろ探したりとか、レシピって結構読むだけでも勉強になって、興味のあるお菓子のレシピとかをめちゃくちゃ読み込んだりっていうのを毎日一日中ずっとやってたんで、マジで小麦粉と砂糖の消費量は本当にやばかったです。1年ぐらいはずっとプロのレシピをなぞることが美徳だって思ってたんですけど、いろんなレシピを試してるうちに、ここの工程ってちょっとアレンジできるんだなとか、調節できる場所がだんだん分かるようになってきて、そこからオリジナルなレシピを作っていくみたいなフェーズに入っていきます。徐々に素材とかにもこだわるようになって、農家から直接果物を直送してもらえるサイトがあるんですけど、朝どれ枝付き完熟直送のやつとかを買って送ってもらうみたいな感じで、素材を中心主役としたお菓子とかを考えて構成するっていうのもやるようになりました。お菓子作りに関しては2回大きな山が、1回目は今言ったコロナ禍からの流れなんですけど、2回目は毎日何かするっていうプロジェクト、まあ、今年の夏ぐらいに急に思い立って毎日お菓子作りをするみたいなのを40日ぐらい続けましたかね。それが2回目の大きな山です。オリジナリティあるお菓子を作ってたんで、一旦基礎に立ち返ろうっていうことで、自分の好きなパティスリーとかレストランとかのレシピ本を買ったり、図書館で大量に借りたりしてなぞることで基礎固めを一旦しようっていうイメージでやってました。真横はセルフハロウィンパーティー大会みたいなやつを一人で開催して、それで3鉄ぐらいして、そこでバスってやめてますね。今までの自信作は動画にもなってるんですけど、玉プル、このレシピを作るために7台ぐらい焼いて独自のレシピにたどり着いたやつで、まあ、結構頑張ってたなっていうのがありますね。食べログが4ぐらいの私が結構好きなお店があるんですけど、その店のオーナーシェフが私の YouTube の動画を見てくれて、お店のグループにこれ作ろうよみたいな感じで送って、レシーン作らせて常連さんとかに出したりしたっていうとこまで行って、それはめっめっちゃ嬉しかったです。あと自信作は桃のやつです。すごい大変だったのは、桃って結構酸化が早くてすぐ色が褪せちゃうんで、このめちゃくちゃ綺麗なピンクを皮から取り出して茶色くならないようにするっていうのが、いろいろ研究して大変でした。試行錯誤はかなり楽しかった。あとトリュフを丸々1個買って、2、3万ぐらいかな、トリュフのシュークリームを作ったっていうのがありますね。でこういうのを言うとパティシエにならないかって言われると思うんですけど、まあ、全然違う。それ全然何も分かってないですね。私は別に人が食べて喜ぶ顔を見たいとか全然なくて、友達にお菓子作ってあげたことももう本当に数えるほどしかない。自分が作って構築してそれを食べるっていうところに喜びを感じているので、これが世に出ることはないんじゃないかなと思いますね。あと料理しないのって言われるんですけど、料理も全くできないです。料理を全くしないのは、お菓子作り小麦粉とかバターとかそういうのを中心に作ってるので、まあロスがあったとしても全部保存が効くんです。でも料理とかってマジでこだわっちゃうと、ちょっとだけ使った食材とかは腐らせるっていうことになっちゃうんで、フードロスがえぐいことになるっていうね。料理とかいっぱいすればいいじゃんって言われた場合は、料理ハマってもいいんだけど、フードロスえぐいよ、フードロスがめちゃくちゃ許される世の中だったらやるよっていう感じの認識で間違ってないと思います。でお菓子作りにマジでハマってないと出ないあるあるとしては、スイスメレンゲ使いどころないがち、シルパンとシルパッド混同しがち、やけど我慢できるようになりがち、トレモリン余りがち、ローマジパン余りがち、クックパッドのレシピかすがちっていうのありますね。続いて私が異常にハマった趣味、ギター。これめちゃくちゃ初出なんじゃないかな。これめっちゃ短期なんですけど、本当に30日ぐらいしかやってなくて、当時のストイックポイントは90、今0ですね。大学2年の最後ぐらいにハマって、なんかギター弾けたらかっこよくねって急に思って、5万円の中古のギターを購入して、そこから毎日必ず3時間以上は練習するみたいで、今は30日目の成果の動画を流しています。まあやめちゃいましたね。指が痛すぎる、本当にマジでギターやったことある人しか知らない指の痛みですね。こんな痛みをみんな乗り越えてんのと思って、マジでギター弾ける人を尊敬してます。短期すぎてギターに対するあるあるはあんまないんですけど、アコースティックギターのキュッて音を想像した出方とは違うなっていうのはありますね。続いて私が異常にハマった趣味はダイエットですね。これえぐい、これえぐい。当時のストイックポイントは100、今0です。
だいたい4ヶ月ぐらいですね。大学3年の4月1日に急にダイエットしよう思い立った日から食べるのもマジでやめて毎日10キロ走ってみたんですよ。そしたらめっちゃ痩せましたね。友達と私痩せたいからちょっと目標決めたいから海この日行こうって決めて、それに向かってみんなで痩せようみたいな感じでみんなでダイエットを勤しんだっていう感じですね。まあでも私がもう圧倒的に SP が高かったです。ありえない勢いで痩せたのが面白すぎて、自分の体の形とかを自分の思うがままコントロールできるとか、苦しんだ分だけ数字に結果出るみたいな感じのが面白すぎてガってのめり込んじゃった。結局ね、食べるのをやめるっていうのはすぐ限界が来て、途中からちゃんと知識を得た上でダイエットしようっていうことで毎日中山きんに君の動画をもうずっと見てました。食事とかも全部アスケンっていう食事管理アプリで3食全部記入して、全然太ってなかったのに4ヶ月で11キロ落としました。ジムとかも行って、大学の年間9000円の御殿下ジムっていうジムがあるんですけど結構行ってて、みんなマッチョなんですよ。みんなマッチョで重いものを持ち上げてて、私だけストレッチ中心でやっててめっちゃ恥ずかしくて、できるだけ誰にも聞こえないようにめちゃくちゃちっちゃい音でプロテインを振ってましたね。シャカシャカみたいな感じで、正直ダイエットもうね二度とやらないっすね。本当にもう近づきたくもないっていうか、まあ、言っちゃうと病気になりました。地獄見てるんで、まあ、マジでダイエットにハマってないと知らないあるあるとしては、痩せるとめちゃくちゃ寒いがち、結局は血糖値のコントロールがち、どのやり方に関しても過激な賛否両論ありがち、プロテイン飲んだ方がいいっていうのはみんな同意がちっていうのはありますね。ダイエット界はみんなねお腹空いててずっとイラついてるんですよ。みんな機嫌悪いんであんまりなんか言わない方がいいですね。だから私もダイエット方法とか言いません。不用意な発言は避けます。続いて私が異常にハマった趣味、服ですね。服のストイックポイントは当時80点、現在5点ぐらいですね。ダイエットしたっていうのもあって、すごい体の形が良くなった、いい服を着たら映えるなっていうのもあってハマりましたね。その時に買った服なんでほぼ着れなくなっちゃったんですけど、急にいろんな服調べてたくさん買い込んだり、マジで2日ぐらいで20万使った時もあったし、原宿の古着屋とかをずっと見て回ったりしてた時期ありました。これは結構短期なんですけど、マジでハマってないと出てこないあるあるとしては、高くていい服、形と色がマジでいいがちっていうのがありますね。白200食ありがち。続いて私が異常に熱中してしまった趣味は高い飯。これが当時ストイックポイント90、今30。どう思われるか分かんない。溜まってたバイト代全部使い尽くしたえぐい出費の趣味ですね。過度なダイエットをしたことによってご飯の本当の美味しさに気づいて、急に今まで苦手だったレバーとかジビエ系が全部食べられるようになったんですよ。ダイエット終わってからもうちょっとだけダイエット続けてて、どうせ入れるカロリーだったら美味しいものを食べたいっていうことで、まずは大学周りのコスパ良くて美味しいランチ、そのうち都内全体の1500円ぐらいでめちゃくちゃ美味しいランチが食べれるお店みたいなのを毎日毎日調べてましたね。ランチって1日1回しかないんで、その貴重な機会を一番いいものにしなきゃいけない、毎日ずっと調べてる。それぞれの店にいろんなこだわりがあって、いろんな独自の料理とかがあって、それを調べて読むっていうのも結構楽しくて、本当に学校周りの飲食店はほぼ全部知って出る状態になったし、都内のちょっと有名な飲食店だったらほとんど頭に入ってる。この辺のエリアでちょっとおすすめあるみたいな聞かれたら、行ってないけどこことこことここは結構評判いいよみたいな、パッと言えるぐらい知識量にはなりましたね。金沢ぐらいまではおすすめ店全然います。金沢で美味しいお寿司屋さんあるとか言ったら、まあ乙女寿司とかかな、パッと出ますね。今は結構もう全国が視野に入ってお店を探してるんで、 Google マップとか保存しすぎて何にも見えない状況になってます。いい店って食べログとか SNS でバズっちゃったらどんどん予約取れなくなっちゃうってことで、一番最初に見つけないとみたいなことで、最終私はもう求人サイトで探してました。こだわりあって美味しそうな新店舗を求人サイトで探してましたね。この探し方してたのはさすがに私しかいなかった。最初は美味しいランチから入ってたんですけど、1500円からまあ3000円とかを払っていくと結構いいセットとかが食べれたりして、5000円とか出しちゃうとフルコースとかが食べれちゃう。でそれでランチコース気に入った店の 1.5 万の夜のコースとか食べてもいいんじゃないかなみたいな感じで、 1.5 万夜に出すんだったら別に昼に 1.5 万出せばめちゃくちゃいいやつ食べれるぞっていうので、昼で 1.5 万出してるんだったら3万の美味しい寿司とか食べてみたいなみたいな感じで、どんどん階段式に量子的にだるま式に金銭感覚が狂っていきましたね。値段はもう度外視みたいになっちゃって、いろんな美味しいと評判のお店をどんどん調べてるうちに、それまでは一人でいろんな店食べ歩いてたんですけど、紹介制会員制一人じゃ行けない店みたいな見つかってきて、こんなところで壁に当たるのはもう許せない、どうするかってなった時に、今行けてる人がいるわけじゃないですか、そういう紹介制の店とか、そういう人とつながろうっていうことで、インス
タグラムを作りまして、これ初公開情報、食べたいちゃんという名前でね、グルメアカウントを作りました。いわゆる予約困難店に行くためだけに作ったアカウント、自分が行きたい予約困難店に行けてる人をたくさんフォローして、で自分もこの店行きましたみたいな感じで投稿することによって、信用とか食の趣味合うなみたいな取っかかりを作る。でグルメアカウントやってる人って、この文化は謎なんですけど、行く人決めずに4人とかで予約しちゃって、そこからストーリーとかで行きたい人いますかみたいな感じで募集する人が多くて、私の行きたい店だって流れてきた時に募集に参加するみたいな感じでやってました。だから本当に知らない人と飯を食べに行くってことをめっちゃしたんですけど、現地集合現地解散、本当にマジでご飯が好き、ストイックな界隈で常に最近話題の店とかをキャッチアップしてる。ご飯を食べるときは本当にコースなんですけど、ご飯が目の前に置かれた瞬間は一言も喋らず食べて、次の品が届くまでは本当にご飯の話してますね。あ、ここ美味しかったっすねとか、最近どこおすすめですかとか、まあ、そういうのもあって、ずっと行きたかった予約取れない店とかにかなり行けるようになりました。お菓子作りとの相乗効果っていう観点もあって、美味しい食材とか、え、この食材ってこういう使い方あるんだ、新たな発見があったり、この農家さんのこの果物めっちゃいいよとか、そういう情報を教えてもらったり、自分で作るお菓子にフィードバックできるし、自分でお菓子を作ってるからこそ、こここうやってるんだみたいな感動が2倍になる、相乗効果もあってサステナブルな関係にありますね。まあ、いろんないいことあるんですけど、とにかくこの趣味は出費えぐい、本当に出費えぐい。それまで服はまあガッと買ったりしたんですけど、基本的に物欲なくて、バイト代が結構溜まってたんですけど、完全にゼロまでなくしました。実家暮らしなのに月20万とか食品使ってて、一食での最高額は金沢でカニを食べて7万使いました。ピークの時は食べログとかも書いてて、口コミが食べログアワー、こういう本があるんですけど、掲載されたりしましたね。ご飯好きすぎて飲食店バイトも始めて今でも続けてるし、ということで、そんなね、単価5、6、7万のお店なんて巨万のトミーが気づいた人が行くところなんですけど、そういうような場にただストイックに本当にご飯を食べたいっていう私が行くので、飲食店の人からしたら私を見て結構なんか、こいつ何者なんだみたいな感じで頭パンクして、結構いろんな人に、え、同業者の方ですかって聞かれます。あと荷物がめちゃくちゃ重いので、その荷物重いやつをこうおかみみたいな人に預けるんですけど、入り口で、やっぱおかみって百戦錬磨の接客をやってるわけじゃないですか。だから常に丁重な感じでね、お預かりいたしますみたいな感じなんですけど、私の荷物を持った瞬間に、もう今まで持ったことない重さの荷物だから、重いですねみたいな、自分の荷物がおかみに重がられるとやっぱ嬉しいなっていうのは結構あります。格差エピソードで言うと、地方に車でお店に行ったことあって、レンタカーの軽自動車で行ったんですけど、駐車場に行ってみたら全部会社、高級会社の中に泊まんなきゃいけなくなって、ちょっとはずいな、さすがにと思って、もうちょっと奥の方になんか親近感湧く駐車場があったんで、そっちの方に進んで止めたら、後からお店の人が出てきて、お客様、あの従業員用の駐車場の方に車を止められてるんではみたいな感じのこと言われて、初めて お客様って言われた実績がありますね。これ結構嬉しかったな。本当にハマってないと出ない高級飯あるあるとしては、食べログの点数バイアスあるから信用できないがち、本当にうまい店は水が美味しいがち、マジで突き詰めたシェフは聞いたことない地方で店開業がち、ありますね。本当に一回意味わかんない山道を車で行って臨死しましたね。本当危なかった。続いての私の異常熱中してしまった趣味は TikTok ですね。当時の SP は85、今の熱中ポイントは5点、かなりこれも超短期。大学3年生の夏の2ヶ月ぐらい、きっかけとしては iPhone の容量がやばくて、一旦自分の iPhone に入ってる面白いと思っている動画を TikTok とかに流してみたらどうなるんだろうっていう好奇心と、ちょうどこれで容量も削減できるし、まあやってみようみたいな感じで載せ始めて、載せた動画が意味わかんないぐらいバズって、もともと自己顕示欲えぐいんで、それで調子乗って、これでビッグになれるんじゃないかと思って毎日投稿してみて散りましたね。今見たらね、結構きついと思うんじゃないですかね。きついと思う。急にやめました、これは。あんまり理由はないかな。TikTok にハマったからこそ知ってるあるあるとしては、TikTok のインカメ、意味わかんないエフェクトかかりがち、バズるためだけの動画多いがちっていうのがありますね。わざと誤字とかしてコメント数を稼ぐみたいな、そういう姑息な動画が多いっていうのはありますね。そういうのあったらまあ TikTok 好きになれないですけど。次が最後ですね。私が今までありえないぐらい熱中してしまった趣味。続きましては、YouTube ですね。YouTube のストイックポイント、現在進行形で95高得点。大学3年生の TikTok バズって
ってから以降やってる感じで、 TikTok がバズってよし、前から YouTube 結構興味あったしやってみようと思って、本当にいろんな企画考えたんですけど、地雷系の格好してヒーリーズで歌舞伎町を滑ったらキャッチされるか否かみたいな、いろいろ考えた結果、全部誰がやってもいいなと思って、これ自分がやる意味ないな、自分しかできないことが何なんだろうと思った時に思いついたのが、ないやつやりたいと思って、お菓子作りエンタメ1個目の田村かえチャンネルですね、お菓子作りエンタメ TV、 そっちでいろいろやってるうちに動画編集に結構ハマって、エフェクトのかけ方とか文字の動かし方とかどういう風にやるかひたすら出してるチャンネルがあるんですけど、それをもう本当にかじりつくように毎日ずっと見てました。田村かえの動画数本しか上がってないんですけど、一個一個の動画でめちゃくちゃ動画編集の成長が見れます。身につけた技術とかが如実に見えるので面白い、今後ももちろん続けるつもりです。なんかマジで素材えぐいぐらい溜まってるんで本当にやるんですけど、お菓子作り TV の方の編集は本当にやばい、めちゃくちゃ大変で、素材が5時間ぐらいのやつを10分ぐらいに縮めて、いろんなエフェクトを入れて BGM とかも毎回選んで、本気でもうこれだけをやるって缶詰状態でやっても2週間かかりました、1本上げるのに。視聴者数本当に400人ぐらい、視聴回数1000ぐらいじわじわ増やしたって感じで、深夜ありえないぐらいの量のケーキを生産した動画上がって、それが最新の動画なんですけど、その最新の動画を上げたところで一旦力つけちゃって、そこで次どうなるかっていうと2が来るんですよ、本チャンネル。毎日何かやるシリーズ、お菓子作りの次が YouTube になったっていう運びですね。なんでこういうテイストになったのかっていうのは初めて話すんですけど、芸人をやってる友達がいて、面白いものとかエンタメについてめっちゃ深い考察とかしてたんですけど、ある日おもころウォッチのリンクが共有されて、原宿さんが光のつまんなさみたいな話をしてて、つまらなさには光のつまらなさと本当におもんないつまんなさがあって、光のつまんなさって結構エンタメにおいて重要なことだよねみたいな感じの話をしてたのがめっちゃ刺さって、これの影響マジでめっちゃでかいです。このチャンネル、おもころぼっち生まれと言っても過言ではない。それまではめちゃくちゃ面白くなきゃいけないと思ってたんだけど、めちゃくちゃ面白い動画を作る必要ないなって思って、じゃあこれぐらいのエンタメどうです、これぐらいだったら毎日出せますよみたいな感じのやつを作ったのがこのチャンネルですね。最初は毎日投稿をやってたんですけど、だんだん忙しくなってね、無理が増えたから今週4ぐらいで留めてますね、という感じです。まだ YouTube 始めてほんと5ヶ月ぐらいなんですけど、めっちゃいろんな友達とかができてマジで心の底から楽しいので、結構長期的に続くんじゃないかなっていうのが今のところの見解です。マジでハマってないと出てこないあるあるとしては、パソコンのスペックめっちゃ大事がち、結局サムネタイトルがち、結局コムドットすごいがちっていうのがありますね。ここまで来ると今後どんなものにハマるのかなっていう予想がね、いくつか立てられると思うんですけど、何があるかな。コーヒー学びがいがありそうっていうのと、意外となんか急にフリースタイルラップとかハマる可能性とかもあると思うので、皆さん今後私こんなのハマりそうだよっていうのがあったらコメントに書いていただけるといいかな。今後何突発的にハマるかよくわかんないので経過観察してほしいかなって思いますね。あざした。最後に一つだけ皆さんにお伝えしたいことがあります。ストイックこそ美しい。ストイック TV。